即釣りボンバーや。私が助ける。いや確かに調光師ボルダー取ってるやつ多いけどさ、ちょ空軍も途中まで来てるやん。いいよ空軍にさせてや。ほら空軍またどっか行ったやん。もったいないってこの時間。あまあオッケー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 。逃走ルート一緒になんなよ。オッケー、倒さないでくださいよ。もうどっか行きなよ、もう狙われないんやから。皆さんこんにちは、神にあたるし。はい、赤の教会でやっていきます。よろしくお願いします。よっしゃ。はいはい、もうやられてるね。どこ行こう。解読集中 OK。 来てる、見えてない、誰や。やだやだ、黒白かこれ。このうわみたいなさ、気持ち悪い声は。後ろ怖くて見れないよ。うん、せっちゃう。おい伸びた、何つきおう。OK、 仲間たちが解読してるとこ遠く離れていく。 OK、 ちょっとボルタイ取ってるからね。ちょっと割れ窓と膝小僧がないんで、まあどうしようもないか、それはしょうがないか。オッケーオッケー、閉鎖空間なしやね、閉鎖空間なしね。オッケー。お、あ諦めた諦めた、そっち行った。オッケー、いいね。いやこれさ、割れ窓取ったんやから、ここあんまり意味ないな。開けても、あれオッケーオッケー、叫んだよ。横倍になるやつはやってくれんのやな、動きながらね。動きながらうるるるるるってやりたいねんと。空軍ちゃんどこ行ったか。俺今壊せる壁ね、小屋の方の。ハンター近くいる、 OK。 であのさ、ハンターに追われてて、その近くでね解読するのねやめてほしいですよ、俺的にはね、うん、そこに仲間2人いたら、もうすごい近くにあの空軍がもし来てるならね、そこでやってもいいけどさ、大体銃弾取ってるからね、空軍向かってるなら、まあ、ちょっと木を引いて、ね、銃も使わずにね簡単に助けれる可能性がね高くなるんですけどね、一人がそこにいてもね意味ないからさ、もうただ解読もできないし、二人がそこに捕らわるからね、マジでやめてほしいわ、そういうの多いわほんまに。フィリアさんやんけ。ねっ、おい遠く行くわ、頑張ってくれよ。あーでもあそこ開けてよかったね。ね、仲間がさ、ね、あの割れ窓理論使えるからさ、オッケー。解読が結構進まないですね、まあ、結構この人のターゲットバラバラやからさ、空軍行って空軍ちゃんも解読できるんでしょ。オッケー。で俺はね最初追われてたから、オッケー。何しようあいつ、あ壁、壁壊しちゃった。なんで壁壊したの。まあいいか、よしオッケー。俺のあの男はあとちょっとなんだよね。さあ空軍ちゃんがもうまあ半分過ぎるか、まあだ、まあ残り1台やし、あれあとちょっとやから、ちょっと箱の音ででもね。いいねいいね、もう半分過ぎとらね、もうギリギリまで待つ。いい、今いい感じいい感じ、うん、まあもちろん半分過ぎる前に助けたいんやけど、もう残り1台やから、まあなんとか、あとちょっとか。手伝ってもう一人。いや解読手伝ってくれよ、一人でいいやんけ別に。危ないねマジで。あれ興奮か。まあ大丈夫か、終わる、大丈夫、いけるいけるいける、あと頑張ってよ。よしよしよし、 OK。 あーありがとうな。これフェリアさん犠牲かな。オッケー、足立カブにいる、オッケー。ちょっと小屋の方の門開けるね。よしよし、オッケー。いやーもう明日から仕事や、嫌やな、もう俺国慶節7連休だったからさ、ちょっと仕事行きたくね、仕事行きたくない。こっちも開いたよ。
オッケーナイス。これさ、ルル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 、オッケーオッケー、あーありがとうな。身代わりな、どうなったんやあいつは。おい伸びた受難つきょうつ、うん、あーありがとうな。くそったれどもが、おつおつ、みなさんこんにちは。神に新しい海辺でみずみずしくピチピチのブロック。ダンスマスよろしくお願いします。空軍機械技師オフェンス、超越してやっていきます。まず海辺行きますか。ちょっと推進機が落ちてませんでしたね。はい。海辺行ってちょっとアイテムを漁りましょう。ピン100か。うん、戻ったね。サバイバーのか。オールのアイテム GMAX、最近ドア MAX、Life is Strange のジャスティンですけど、MAX やる GM、最近。このスピード生かしたい。一撃与えたい。一撃与えたい。あ、もうちょっと待っちゃうかった。窓をね、またぐときにさ、まあいっか。俺存在感。え？ちょっとオーテムつける。当たらんわ。俺っちゃ当たらんわ。ちょっとダメだわ。オッケー、いいね。ちょっとどんだけ、まだ風船にしてない。今のないわ。あ、ちょ、風船したように見えたんかな、ね、板をさ蹴るとか、ね、ちょっと障害物ないところ、ないところ、ないところ。オッケー、いいよ、はい、いいよ、いいよ。もうダッシュしづらいやろ。もう一発来るんじゃない、これ椅子のところに。オッケー、よっしゃっけーん、やっぱ使っちゃうしたっけ。はい、ゴー。オフェンスに一発来るよ。で、ギシちゃんを狙いに行きますか。もうちょっと早く使ってもよかったかな。ちょっとラグインかな、これ。壁にめり込んでたで。オッケー。イエロちゃん、今です。これ来ない感じ、来ない感じじゃない、これ。立ち上がるなら切るぜ、立ち上がるなら切るぜ。ピエロブロックです。うわ、見捨てるんや。まあ、そうやね。こんなオフェンスが地雷ですよ。外国人かな。ちょっとね、あの待機画面でさ、待機準備画面でこのオフェンスさんがさ、なんか、ヌーブ TM っていうのを言ってさ、英語で。そしたらあの空軍ちゃん最初は他のやつにしてて、そしたら空軍に変えた時、あのこのオフェンスがさ、行くよ、空軍と調合してもらって、それを空軍に変えてからそのオフェンスがさ、センキューとかさ、あ、どういう意味なのかな。オッケー。まあ調合師香水一回食らってしまえばもう別キャラだよね。もうほんま生存能力大幅ダウンですよね。いや、てか早くさ、日本もね、キャラダブリなしにしてほしいんだけど。調光師空軍ってさ、もう当たった時どうやって戦うんだよ、マジで。もう推進機吸われるわ、攻撃吸われるわ、ダッシュ吸われるわ、もうマジ大変なんやけど。オフェンスが起きてるね。あ、そうか、あ、空軍が落ちのったわ。くっそー。あ、まあ、オッケー、この銃はまあオッケー、食らったならいいや。オッケー、調光師、これはダッシュでいけるんじゃない。オッケー、あー、ありがとうな。調光師一人命をつやろ。ねえ、3人おったらさ、やばくない？12回攻撃せなあかんねん。で、さらにそいつら高確率でボルテ取ってるからね。どんだけやねえな、ほんまに。
や相当バカじゃないと、ま、相当バカなアホなやつの地雷じゃないとね負けないでしょ。その陣営空軍超合子超合子超合子マジで。どこ曲がりきれん曲がりきれん。オフェンスかオッケー曲がりきれねえ。よしオッケーナイス俺オッケー暴れない暴れないならいいや縛ってくれみたいなね。あと一人全然揺れてない。まあこれ負け確でしょ俺の勝ち確だよ。オッケーカラスか堀勝ってんぞ。この風船軽いで、ね、ぶっ飛べブロッコリー一戦オッケー ありがとうなコウさん。オッケーオッケーいいね潔い ありがとうな。収集気持ち溜まってるからこっち来るよ。行けゴーしょ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 ゴー仲直りかオッケー俺のもなる紫やおー早い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 おん見えだ降りるよっしゃ何やってんねん俺じゃあれちょ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 恥ずかしい防水かはいおかえりゴーおるなこれいるねで、こっちにまたぐからこっちゴーオッケーオッケーああまあいいやまあいいやどっちみち食らおうかおいはいはいはい命何個あんねんお前よおらゴー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 これ渡る渡るおーおーおおマジで命何個あんだよおかえりやべえ一人も使えないわあちゃーおっはい降参してくれイスナインやから降参してくれ